第2世代で登場した飛行エスパータイプの一般ポケモンネイティオ、実は同じく第2世代で登場した飛行エスパータイプの近伝ルギアより特攻種族値高い。最近ですね、コメント書かせるだけ書かせて無視してるお前が怖いみたいな意見がちょくちょく見受けられるので、今日は逆にそんな数来てないコメントで要望のあったポケモンを逆張りで使っていきます。ネイティオが面白そうだったので5回しかコメント来てないけど使います。悪タイプ最強のイベルタルに対してエスパータイプのネイティオが張り合えるのかかなり怪しいけど、まあ、初手ガオガエンから入って、で、ガオガエンだと相手のラグラージがめんどくさくて、ラグラージに対してはネイティオめちゃくちゃ強いんで出して、あとは全体的に殴り合い強そうなジャシアンの3匹選出でよろしくお願いします。コメント、怪しもんめちゃくちゃ好きなんだけど、終わりそうでマジで悲しいから、怪しもんの宣伝のために、姉さんの重化した時の姿に似ているキュウコンを使ってあげてください。かっこ43回目。怪しもんの連載、打ち切りで終了したので、使いません！で、これは、ネイティオに引くんだけど、相手がネイティオ読みしてくるんだったら、クイックターンとか打ってきそうである。普通に考えると、ステルスロックとか巻き力対面なんで、ステルスロックとかから入ってきそうなんだけど、まあ、ネイティオの特性がね、まあ、見え見えなんで、あ、オッケー、アクビー。で、ネイティオはね、特性マジックミラーで相手の補助技を全部跳ね返せますから、まあ、アクビを跳ね返してって、ここなぁ、まあ、瞑想積むか、いや、瞑想積まないなぁ。クイックターン交代からのイベルタルとかザシアン着地で結局意味なくなるから、まあ、ここはダイマックスして命の玉大ジェットを押し付けていく。ネイティオはね、鳴き声がトゥートゥーってのが昔はよくネタンされてましたね。エスパー飛行タイプで種族値も平凡なポケモンなんだけど、まあ、特性マジックミラー号が最強でですね、まあ、さっきみたいに相手が使ってきた補助技を全部跳ね返すとかいう、まあ、特性界の中でもかなり強い部類に入るものを与えられてます。あと、ダイジェットをタイプ1で使えるので、まあ、剣盾環境の中ではギリ使えなくもないのかなと思います。いや、弱いです。強かったらもっと使われてます。正直に言うけど弱いです。使われてない。つまりはそういうことです。で、ネイティオはね、まあ、素早さ持続値が、ま、ちょっと高くて、まあ、95あるんで、まあ、ここで素早さ上げれば、まあ、ザシアンを抜けると。で、弾大バーンでね、そのままザシアン焼き払えるんで、展開次第では、まあ、相手舐めてたんで、まあ、ネイティオってやっぱ、補助ガチャが、まあ、多そうなイメージあんのかな知らんけど、なんかザシアン後投げして舐めてきたんで、このまま後出しを許さずに、ぶっ飛ばして、あ、ランドロスか。イベルタルいないですね。ラグラージからは入れないから、アクビもステロも効かないから。まあ、ランドロスから入ってきて、まあ、多分ランドが大魔なんだけど、大ロックで死ぬかな。でも大ロックでネイティオが倒された場合は、そこからザシアン投げて、戦えばいいだけなんで。あー、大マックスしてくる。これランドロス側が大ジェットから入ってきた場合、大ジェットでネイティオが倒されると、裏のザシアンよりランドロスの方が速くなってるから、あ、そのままダイアースとか打たれて、まあ、結構きつい対面にはなるけど、ダイジェットはネイティオダイマックスしてたら耐えそうだし、あ、ダイウォールするか。ダイウォールするよな。ダイウォールしてネイティオの、ダイマックスターンからしてダイジェットでネイティオぶっ飛ばされて、あれこれ意外ときつくないか。もしかしてやばい。ガオガエンに引くか、ここ。ダイジェット読みガオガエンで相手のランドロス2角入れつつ、ダイマターンからして、ダイマからしてザシアン投げて、相手のランドロスに1回威嚇入れとけば、まあ、強獣山、相手のランドロスの自信を耐えて、ザシアンの強獣山で相手のランドロス倒せるかなと思ったけど、ダイロックってきた。ダイロックで、きついかなと思ったけど、硬すぎて草生える。で、これ、ダイロックでこんだけのダメージってことは、ダイジェットも耐えそうだから、タマダイロックでこれだ。ガオガエン、えぐっ。ジャンプなんか人によっておもろい期間と、おもろくない期間あると思うんだけど、僕は今のジャンプかなり好きですね。ヒロアカ、呪術廻戦あたりが、まあ、ジャンプの看板背負うレベルまでしっかり成長してきてくれたのが、まあいいね。昔はワンピース救済するだけでかなり萎えてたけど、今はワンピース救済してても他におもろいのあるから、まあいいかってなるしね。僕は怪しもん応援してたけど、終わって悲しいね。で、これは相手のランドロスのダイマックスが解けて、で、威嚇で攻撃力も下げてるんで、まあ命の玉持った自信といえどザシアンだったら耐えることができると思います。引っ込めてくる。まあ威嚇もらってるんで一回引っ込めてきて、
いや、ジャレツク打てなかったな。いや、ジャレツクでよかったか。いや、ジャレツク打てんな。外した時のリスクでかいしな。とりあえず、巨獣打って、マラグラージュ巨獣半減だし、こっからのジャレツクも耐えてきそうではある。直近だとね、ナルトの連載が終了して、まあ、鬼滅の刃が跳ねる、注目される前までくらいのジャンプは、まあまあ思んなかった印象。ちょ、外したこれ。おい。あ、クイックタウン、これなんでクイックタウン打ってきたんだ。あ、ネイティオが生きてるから、アクビーとかステロ打ちづらいのか。交代読みでクイックタウン打ってきたのか。あー、ってことはあいつ、裏にいるだけでやっぱ価値あるね。相手の技の抑制になるっていうか。いや、だったら外したの。いや、良くない。いや、良くないよ。いや、じゃれつく当てときよ。これどうしようかな。威嚇もらったら巨獣山でランドロス倒せるか怪しいよな。いや、ネイティオに下げて、ネイティオ切ってザシアン投げて、威嚇解除してザシアンで詰めるけど、まあ、その場合相手ラグラージ切りからのランドロス投げで威嚇結局一回もらうな、どうあがいても。自信すかして、5年前くらいのジャンプ、日の丸相撲とか、何だったっけな、サモン君はサモナーとかやってた時、がマジで思んなくて、そこから鬼滅の刃が跳ねたり、まあ、ドクターストーンとか呪術廻戦の連載が開始してしっかり伸びてきて、まあ今のジャンプになってきた、イメージですね。で、もうすぐね、ハンターハンターも帰ってきますから、楽しみです。あ、ダメだ。このように、週刊少年ジャンプが存在する限り、俺の心は一生子供のままだ。子供じ、万歳！万歳！万歳！相手突っ込んでくるか、威嚇入れ直すためにランドロス引っ込めてくるかわかんないけど、じゃれつくこの対戦で一回外してるわけですよ。で、じゃれつくって、命中90で、外れる可能性10しかないんで、大体当たるんですよね。つまりこの対戦、俺はもう二度と、じゃれつくを外さない。当てる。これ外したらマジ終わってた。で、ラグラージ、まあ、ここまでラグラージ削っとけば、じゃれつく打つ必要もないから強獣なんだけど、まあ、あの HP のランドロスを威嚇入れられて、ジャシアンの攻撃で飛ばせるかどうかゲーミング部所属なんだけど、まあ、命の玉ランドロスは、まあ、アタッカーで育成されてることが多いんで、耐久より努力値を振ってないと思われるんですよね。で、今日使ってるザシアン A 特化なんで、まあ、威嚇入れられたとはいえ、アリエンパワーでランドロスぶっ飛ばしてくれると思ってるんだけど、しかも命の玉のダメージでランドロスの HP ちょっと削れてますからね。で、これが HP マックス、フルールマックスとかだと、まあ、ちょっと怪しいなっては思うんだけど、まあ、玉ダメこんだけ入ってたらね、威嚇入れてるとはいえ、巨獣さん、いや、いけると思うよ。いや、ネイティオいい活躍してくれたんじゃないですか、この対戦は。じゃ、落とせ。いや、オッケー。相手のラグラージのあくび跳ね返してくれてね。2サイクル目の相手のラグラージにあくび打たせませんでしたから。いや、いい仕事してくれたんじゃないですかね。対戦ありがとうございました。はい、引き続き対戦していきます。6月に入って、ジメジメとしてきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。選出は、まあ、初手ガオガエンで良さそうだけどね。ガオガエンを一撃で倒せそうなのがメテオビームダイナぐらいしかいないから、ガオガエンから入って、なんか意外と無限大な影響でいけそうだし、ジャシアン受けとして選出されそうなヌオーに対してもマジックミラー号、ネイティオは強く出れそうなんで出して、ラス1は適当に使っても強いザシアンかな。まあ、僕はと言いますとね、特に面白い話もなく、家でダラダラと YouTube を見る日々が続いております。このままの生活が続いていくのかなという不安を抱えたまま、気づけば2022年もあと1ヶ月で半分が終わってしまいます。そんな惰性で生きてる自分、同じような気持ちを抱えて過ごしている視聴者の皆様の一筋の光になれるよう、今日も動画を投稿していきます。相手ヒヒダルマ、まあ、こっちガオガエンから入って威嚇、まあ、入れるんで、まあ、展開としては悪くないっすかね。コメント。バロリって CR とか他ゲームに興味あったんや。Apex 初心者プレイ動画期待してます。あ、そう、ツイッターではね、軽く触れたんだけど、クレイジーラクーンっていう、有名ゲーマーのチームがあるんだけど、今のゲーム界隈の中だとかなり有名で、まあ余裕で僕なんかより人気のある活動者がたくさんいるんだけど、まあそこのお店にポケモン実況者のビエラさんたちと、遊びに行ってきました。まあ Apex とかバロラントとかのゲームが主体で、僕はまあやってないし、それらのゲームを今後やる可能性もかなり低いんだけど、まあ、ゲームに対する興味は薄いんだけど、盛り上がってるゲームの界隈とか、まあ、やってる人には興味があって、あ、ヌオ引っ込めてきた。これ誰で受けるんだ？あ、言える
いや受け入れない受け、いや受け入れるか、イベルタルが突撃直帰とか持ってたら受け入れるかもしれないけど、まあ多分命の玉大ジェットはイベルタルじゃ受け入れなくて、まあネイティオがアタッカー型ってあんま想定しないんだろうな。マジックミラーを使ったネチネチした戦いがまあ主流、補助技メインで戦ってくる方の方が主流だと思いそうだから、いやまさか命の玉大術とかいう意味わからん火力の技が飛んでくるとは思ってないだろうから、まあイベルタル投げてきたんだろうけど、これで相手のサイクルまあ崩壊するはず。これどんくらい入る、いやマジで受けれないロシー、強っ。あこれ急所だよね、急所だよね。いやいや、まあさすがにワンパンで倒せるとは思ってなくて、まあどっちにしろ急所で倒せるんだったら、まあダイジェットダイジェットも受け入れてなかったと思うんで、いいっすね。まあやっぱまあ予想外のポケモンから予想外の火力が飛んでくると受けが成立しないと。でこれネイキョウ、まあヒーダルマの素早さ属地が95でネイキョウも95で、まあちょっと怪しいんで一回ガオガエルに引いて、まあつらら落としだと思うけどな。仮にトンボガエルとかだったとしても、まあトンボでヌオを出されたとしても、ガオガエン捨て台詞からネイキを出したりして結局対応できるんで、てかネイキを取っとかないと相手のヌオを絶対倒せないから、まあここを安全にいてつらら落としってくる。まあどんな考えを持ってね、有名な配信者さんが活動してるのかとか、まあ界隈全体としてどういう展開をしていきたいと考えてるのかみたいな部分は僕個人としても学べることがかなり多いので、せっかくの機会だったし、まあ遊びに行ってきたって感じっすね。でヌオーに引いてくる。ただ相手ダイマックス切ってないからな。ヌオーがダイマックス切ってダイアースとか打ってくると特防が上がるんで、なんかネイティオじゃ押し切れないんですよね。ネイティオ春休めとかまあ覚えるし、覚えさせてる方が多いと思うんだけど、いや多いのか、環境に存在しないからわからん。まあでも多いとは思うんだけど、まあ、春休み採用してないんで、今、命の玉だけでネイティオの HP が削れてくから、ダイアースで特防を上げられるみたいな展開だけは下げていきたい。エアスラッシュ打ってく、ダイマックスしてこない。これ玉だからまあまあ入ると思うんだけど、あーまあ半分いったんだ。オッケーまあネオ低種属地なんでね、デイティオみたいな種属地が低いポケモンの命の玉エアスラでもこんだけのダメージを与えることができる。低種属地 VS 低種属地だけど、努力値を振ってる分、努力してる分こっちの方が有利。相手ダイマックスしてくるってことは水技はあるんだろうな。だからポケモンってまあ、コンテンツとしてはかなりでかいし、終わることは、まあ、ないと思ってるんだけど、なんか配信者、動画上げてる側とかのコミュニティとしてはかなり狭いと思ってるから、まあ、自分がなんかやろうと思った時に、まあ、何も言われる予定はないんですけど、なんかやろうと思った時に、でっかくやりたいので、まあ、最近は配信者系のつながりは積極的に持つようにしてますね。大ストリーム打ってくる。まあ、でもこれ、エアスラーでいけんじゃない？これ耐えるっしょ？相手の火力削ぎ落としてるんで。いいんじゃないっすか、まあ、マジックミラー全然使ってないけど、普通に命の玉ダイジェットが強いだけだけど、これ読まれないところから打ってるってのが重要ですからね。あーつながりは積極的に持つようにしてるとはいえ、仲良くなれた人ってほとんどいないんですけどね。上辺だけの関係性はたくさんできましたまあでもないよりはあった方が絶対いいから。でこれはヒヒダルマはコダリスカーフで同じ技しか打てないと思ってるから、まあガオガエンネイティオザシャンに一貫する技がないんで、コウさんが選ばれて対戦アウトでした。ってことで今日はあえて全然コメントが来てないネイティオを使ってランクマをやってみました。よかったらチャンネル登録高評価、他に使ってほしいポケモンなどいたらコメントに書いてくれてたら採用するかもしれないので、ぜひお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。